こんにちは。今日はメイクをしながらインスタで募集した質問に答えていきたいなと思います。できるだけ全部答えたいなと思うので、ちょっとテンポよくやっていきます。メイクは最近遊びに行く時以外は本当ナチュラルなメイクの日が多くって、で今日はそのナチュラルなメイクをしていきたいなと思います。まずこれ日焼け止めです。多分インスタでも紹介したと思うんだけど、これを最近はずっと使っていて、テクスチャーがすごい良くてお気に入りです。なんかこう日焼け止めって結構なんかベタベタするというか、あと匂いとかも結構苦手なんだけど、これはすごいおすすめです。日焼け止めは手でなじませていきます。では質問、まず、最初の質問が、持ち運び充電器何使ってますか？私持ち運び充電器使ってないんです、ごめんなさい。いつも家で使ってる充電器を持ち運んでます。で次の質問が、おいくつですか？今月で30歳になりました。次の質問、パートナーとしてひろしさんを選ばれた理由は何ですか？急に突然直感で、なんかこの人と結婚したら絶対に幸せになれるだろうなってなんか感じて、感じたからです。ファンデーションはアルマーニのファンデーションを使っています。これは結婚式の時に買ってからずっとこれを使ってます。これ綺麗じゃないけど、スポンジで伸ばしていくんですけど、このスポンジをちょっと濡らして絞ってティッシュでちょっと軽く水を取って使ってます。お友達がもともとメイクアップアーティストをしていて、でメイクの仕方とか教えてくれたんだけど、その時にこのスポンジを濡らしているのを見て、そこからスポンジをちょっと軽く湿らしてから使うようにしています。なんかその方がメイクの持ちがいいらしい。あとこのアルマーニの、ファンデーションも化粧持ちがいいっていうので結婚式の時に買いました。ちょっと次の質問、インスタを見てると自分の人生を周りと比較してしまう時が、さやさんの考え方マインドは？なんかもう今の時代、こういうインスタとか SNS がもうある時代に私たちは生きているから、なんか比較してしまうのがもう当たり前だと思っていて、もちろん比較しないような強い心を持っている人が一番すごいなと思うけど、私ももちろん比較してしまうこといっぱいあるし、でもなんかそれはもうしょうがないし、なんか比較しないようにしようっていう努力をするよりかはいいなとか思ったとしても、なんかその後になんかこうマイナスなマインドになってしまうんじゃなくて、それをなんかポジティブに、なんか自分もこういう風になりたいから頑張ろうとか、なんかそういう風にマインドを変えていくのが今の時代すごい必要なんじゃないかなって思っています。比較してしまう、誰かと自分を比較してしまって、なんか少しちょっとこう落ち込んじゃった時とかにしていることは、毎日ジャーナリングをしているから、そのジャーナリングの中に自分を褒めてあげる言葉を書いたりとか、なんかそもそも自分が目指してる人ってどういう人なんだっけっていうのをちゃんと持っていたら、誰でもかんでもっていうのかな、なんかそう思ってしまうこともないのかなとかは思います。結局はだから、そこのポジティブにどれだけ自分のマインドを持っていけるかっていう部分だと思います。ファンデーションはこれぐらいの薄さです。もうこのシミとかそばかすもなんか変に隠したりとかはしてません。で次がこれが
あのヘマっていうめっちゃ安い雑貨屋さんで買ったんですけど、これをあのここに斜めに入れてこういう感じで入れてます。これをなんかあのここにシャドウオレンジの入れる時もあるし、これぐらいちょっと濃いのを薄く入れる、こんな感じで。で、この顎のこのラインとおでこのこの辺りだけちょっと軽く入れてます。するとちょっとだけここがすっきり見える気がする。はい、次の質問が、夫婦喧嘩しますか。夫婦喧嘩ほぼしないです。私がちょっと機嫌悪くなったりとかはするけど、それぐらいかな。たくさん旅されているさえさんが住みたいと思う国やその理由を知りたいです。ベルギーは住みやすいなと思ってて、ベルギー以外だと、この1年行って住みたいなと思った国はデンマークです。なんかコペンハーゲンに行ったんだけど、なんかまず街がすごい綺麗、綺麗っていうのはクリーンの綺麗で、あのゴミがあんまり落ちてなかったり、駅とか電車が綺麗だったりとかっていうのと、あとはなんか街の雰囲気とか人の雰囲気がすごいゆったりしてて、なんかすごい心地が良かった。なんかせかせかしてないというか、みんな落ち着いてる雰囲気がすごい良かったなって思います。で、次、眉毛はこのちょっと消えちゃってけど、セフォラのクリアブロージェルを使ってます。眉毛私結構しっかりあるから、もうほんと立ち上げるだけです。次が、大学生でも手の届く価格帯でおすすめのアパレルブランドはありますか。私が最近よく載せてるあの台湾のストゥディオデュオっていうブランドは比較的価格もそんな高くないし、可愛いお洋服が多いのでおすすめです。あとはもうちょっと高くなっちゃうけど、リトルスージーのお洋服も可愛くて私は好きです。まあ、なんか大学生でも頑張ればなのか、人によるかもだけど、手の届く価格帯ではあるのかなとは思います。モデルをやられてから痩せたように見えますが、何か変化しましたか。特に食事とかは変えてなくて、ただ最近ほぼ毎日ジムに行ってるから、毎日体を動かしてる、ちょっとだけでも30分だけでも、だからちょっとスッキリしたのかもしれないです。やっぱり運動は一番大事だと思います。次が、インテリアのこだわりは、なんか私の好みがなんかモダンすぎずっていうのは、生活感があまりにもないとか、逆に生活感がありすぎるインテリアの雰囲気ってあんまり好きじゃなくって、なんかその中間、こういい感じのバランスを組み合わせるのが、なんか私の中では気をつけているポイントっていうのと、あとは温かみがあって心地のいい空間っていうのがやっぱりお家だから大事だと思っていて、それも大切にしているポイントです。となんか海外の友達のお家とかカフェとか行ったら、なんかこう統一感があるわけじゃないのに、なんかすっごいお家が可愛い人が多くって、お家とかカフェとか可愛い人が多くって、なんでなんだろうと思ったら、なんかミックスさせるのがすごい上手いなと思ってます。なんか色もシンプルな色とちょっとカラー、色味があるものとの組み合わせとか、なんかシンプルなものとちょっとユニークなシェイプのものを組み合わせたりとか、なんかそれがすごい上手だなって思ってて、で私はピンタレストで結構家具というかインテリアを見るのが結構好きなんだけど、なんかこういう感じでなんか可愛いなって
思ったら全部保存して参考にしてます。 Pinterest で見るのが一番いい気がする。シャドウがこれも結婚式の時に買ったんだけど、カメラが映ってるここのこれがね、なんか私もよく知らなかったんだけど、なんかメイクアップアーティストの人がプロデュースしたパレットらしくって、そう、綺麗な色味だし、こう塗った時の綺麗さもこれはすごい綺麗だったからこれを買いました。で、もうほぼ最近は一緒の色しか使ってないんだけど、これと今日はこれとこれを使おうかなと思います。まずこれを全体に塗ります。はい、次の質問が、ロールモデルとされている方いらっしゃいますか。なんか特にはいないんだけど、皆さんが知ってる方で好きな人だと、これ前の多分 YouTube で言ったんだけど、長谷川純ちゃんとキコちゃんと、あと忽那詩織さんが好きでよく見てます。で、次、占いなど信じますか。椎茸占いとか見るの好きだけど、いいことしか信じないです。次、青のポップアップは今後ありませんか。年内だとベルギーで数回ちょっと予定をしているんだけど、それはまた今後アナウンスしていきます。で、来年以降日本でもポップアップできるだけたくさんしていきたいなと思うので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。次が、最近ハッピーだったことは。先週末にベルギーでめっちゃ仲良くしてくれているお友達がいるんだけど、その子も同じ10月生まれで、で、2人で誕生日パーティー企画しようって言って、お互いのお友達を呼んでバースデーパーティーをしたんだけど、それがすっごい楽しかった。で、なんか自分のお友達も呼んで、そのお友達のお友達も来て、初めましてでたくさんいろんな人と喋ったり、そうね、こっちって結構プラスワンっていう、なんか誰かもう一人連れていくねとかっていうのが結構多いんだけど、まあ、それは彼氏だったり友達だったりとか連れてくるんだけど、で、今回もの私のお友達のお友達がまたその子の友達を連れてきてて、でも全員初めましてみたいな、なんかそういう環境とかもすごい、そういう状況もすごい面白かったなって思って、なんかそのバースデーパーティーがとにかくすごい楽しかった。なんかすごい映画の世界の中にいるような気分でした。はい、次の質問が、スーツケースどこのですか。リモアのスーツケース使ってます。How did you meet your partner? パートナーとどうやって出会いましたかっていう質問なんだけど、友達の結婚式で出会いました。2年間お友達だったんだけど、2年後にからお付き合いをしました。次、今後の目標はありますか。なんかずっと持ってる目標は豊かな人生を送ることと豊かな人になるっていうことが、まあ、一番の目標なんだけど、この30歳の1年間の目標は前に出したビデオで喋ってるので、よかったらそっちを見てください。いつまでベルギーにいらっしゃる予定ですか。今年の年末までいる予定です。その後はもう完全に日本に帰国します。ヨーロッパでおすすめの古着屋は、ベルギーだったらアントワープにあるレーベルズインクと、ブルッセルだったらオザーっていうところかな、は結構品揃えが良かった。
と思います。で、あと最近パッと今思い出すのはベルリンの、ちょっと名前忘れちゃうか、ここに出すんですけど、ここもすごい品揃えが良かった。あと多分ロンドンも結構ねいい古着屋さんはあったと思うんだけど、私そこで買い物してないからちょっと名前とかがあまり思い出せないんだけど、ロンドンも古着屋さんがいいって周りの人も言ってます。そうで、今目尻だけちょっとラインを引いたんだけど、これはケイトのアイブロウペンシルなんだけど、アイブロウペンシルをここにちょっとだけ引いてます。ディナーとか行くときはちゃんと、アイライン、黒のアイラインをがっつりっていうか、目尻だけ引くんだけど、最近はもうナチュラルにしたいときはもう引かないか、このアイブロウペンシル、茶色のアイブロウペンシルで少しだけ薄く引いてます。で、次が青のブライダルリング、結婚したら絶対と思っていたのですが、もう今はやっていないのでしょうか。今はストップしてるんですけど、来年からは再スタートします。あと今は日本での販売は全てストップしてるんですけど、来年日本に帰国するので、そこからまたデイリーの、ジュエリーだったり、ブライダルのリングだったり、ブライダル のピアスだったり、全て再開する予定なので、もうしばらくお待ちください。英語はどのように勉強していますか？英語は最近ちょっと全然勉強できてないんだけど、週に3回とか4回はその友達と会うから、そこがもうなんか勉強っていう感じになってます。そうで、しかも1回会ったら結構長い時間一緒にいるから、それが本当に一番の勉強になってるなって思っていて、前はオンライン英会話を毎日30分受けてたのと、あとはシャドーイングするのと、あとはなんかフレンズとかを見て、YouTube とかでフレンズの解説してくれてる動画とかあるから、その後にそれを見てこういう言い回しあるんだとかを勉強したりとかしてました。運動のこと知りたいです。お腹ポニョ取れません。お腹を痩せたい場合は、私が聞いたのは有酸素運動が一番いいっていうのと、最低でも毎日20分以上しないと脂肪が燃えないらしくって、なんか多分腹筋とかもいいんだと思うけど、まずそのお腹のお肉を落としたいんだったら有酸素が一番らしいです。なので走ったりスイミングしたり、あとは YouTube だったら、私はコロナ時期とかマリナ先生のやつやってたり、今だったらマットフィットかパメラっていう人のやつを見て有酸素系のやつをやったりとかもおすすめです。で、あとこのヒンスのこのハイライトを、でもね、ちょっと手で取って、このチークを塗ったこの上にポンポンポンってのせるのと、あとこの眉毛の上、このラインにのせます。眉毛の上とのチークの上にポンポンポンって軽くのせます。ナチュラルな爪と青の組み合わせがとっても素敵です。地爪のケアについて教えてください。爪のケアはね、これあんまり私ちゃんとしてないと思うんだけど、ハンドクリームだとこのウカのハンドクリームとネイルオイルを使っています。
はい、で最後にリップなんだけど、これもうねもうちっちゃくなっちゃってるんだけど、セフォラのペンシルライトブラウンを、これねペンシルだからこの縁に沿って描いていって、あとはもうなんかね普通にリップクリームとかでちょっと伸ばす。なんか縁だけしっかり描いて、あとのリップクリームで私はいつもなじませてます。なんかそんなにメイクも結構ナチュラルだから、口元だけなんか真っ赤にするとかと、私結構変浮いちゃうからこれぐらいの色を使っています。そうね、なんか私はね口がちっちゃいからこうしっかり縁取った方が顔がはっきりするから、最近はこれを結構してます。質問くださった方ありがとうございました。今日も見ていただいてありがとうございました。